トレーシー・クリスティン・ネルソンはアメリカ合衆国カリフォルニア州生まれの女優である。女優として活動するネルソンは1963年にカリフォルニア州サンタモニカに生まれる。歌手であった両親の下、4人指定の長女だった。親戚も多くが芸能界に携わっていた。子役として1968年に制作されたコメディ映画合併結婚で映画デビュー。 1981年に、ロサンゼルスにあるハーバードウェストレイクスクールを卒業後、本格的な女優として、映画、テレビなどへ進出。1982年のサラジェシカ・パーカーら共演の、スクエア・ペグスを、はじめ、隣のサインフェルドや、TV キャスターマーフィー・ブラウンなど様々な、テレビシリーズへも出演した。かつて NHK でも放映されたトム・ボズリー共演の、ミステリードラマ、 名探偵、ダウリング神父の破天荒だが、頭脳明快なシスター、ステファニーを演じたことによりその知名度も上がる。二度の結婚歴がある。二度目の結婚として1987年に、同じく俳優として活動していた、ウィリアム・アル・モーゼスと結婚するも、1997年に離婚している。現在は、それぞれの結婚で生まれた二児の母親でもある。トムリソン、アダン。 TBQ&A, TB メディア2014年7月15日閲覧。ありがとうございます。